な。俺のことはわかるか。あなたのことですか。ジュード、そのような愚問、二度と私に問わないことです。どうやらもう心配はないようだな。私はまだ無理をされてはいけません。肉体の内部に損傷を負っていたのです。それも普通の方であれば命を落としてもおかしくないほどの重傷だったのですよ。大丈夫か。あなたはグレーではありませんね。この感覚はどこかで。お前にはすまないことをした。あの時も、そして今この時も、本当にすまなかった。母様。あ、そんな。なぜ母様がここに。これは夢なのですか。あの時、お前を返すべきではなかった。そうすれば、いや、神であろうと時を戻すことはできない。だがやはり、あの時、この手で全てを終わらせるべきだったのだ。私の愚かさゆえに、お前をもてあそぶことになってしまった。許してくれ。そんな、私には、もったいないお言葉。私はあなた様にお会いできただけで幸せです。どうですか、お体の具合は。あなた方が私のことを。みんなあなたのために一睡もしないで看病していたんだから。気にすることはない。あんたは俺たちの仲間だからな。仲間。友とも言うか。この場合は戦友がしっくりくるかもしれないが。私があなた方の友。あんたは認めたくないかもしれないし、正直あんたのことは好きになれないが、それでも俺たちはお互いの命を預けられる友だ。でなけりゃとっくに死んでいただろうな。ですが、私は。まずは回復されてからです。今はゆっくりお休みください。森人の王さよ、イバを頼む。どちらへ向かわれるおつもりですか。カリカイ火山へ。話は伺っております。サマリルの所持する契約の腕輪を手に入れるですか。考え直していただくことはできませんか。他に手はない。そうですか。本当に残念です。あなたでしたらサマリルの封印を解くことも可能でしょう。たとえ本来持つ力を取り戻せていない今の状態でも。わかりました。彼女のことは私どもが引き受けましょう。行くのか。お前たちはついてくる必要はない。これは私とメビウスの問題だ。確かにそうだ。俺たちには関係ないけどな。フィオナは俺たちの仲間だ。仲間は見捨てられない。もしここでフィオナを助けられなかったら、
あの世で親父に合わせる顔がない。いや、親父にだけじゃない、シュバルツにもグレーにもな。好きにするがいい。母様。イヴァ、お前はここで休んでいろ。後で迎えに来る。本当ですか？約束しよう。だから今は休め。はい。俺は止められたって行くぜ。お前たちはどうするんだ？私は、ナナオスが復活させようとしていたサマリルがどんなものか興味がある。世界を崩壊させた魔王か。どれほどのものか手合わせしたいものだ。お父様、私は行きます。行ってお兄ちゃんを取り戻してみせる。私は森人である前にこの子の父であり、一人の人です。オルディネ様、お許しください。私は皆と共に参ります。ソフィア、オルディネ様を頼む。お兄様。さあ行くぞ。私は守人としての役目を果たします。後のことはお願いいたします。お待ちください。お前は来ないものと思っていたが、やはりあなたを行かせるわけには参りません。サマリルを復活させることはできても、今のあなたにその手綱を扱えるとは思えません。ならば止めてみろ。お前に撃たれるようであれば、それまでのこと。もとよりそのつもりです。俺だってサマリルを復活させたくはない。話を聞くだけで十分だ。神に喧嘩を吹っかけて世界を滅ぼそうとした奴と関わり合いになんてなりたくはないさ。だがフィオナはどうする？このままだとフィオナは助からない。それは仕方ありません。フィオナ様も事情を知ればきっと納得していただけます。勝手に決めつけるな。誰だって生きていたいんだ、その望みがあればな。他人から見れば醜く映るかもしれないが、そんなことは関係ない。どうするか決めるのは自分自身だ、他の誰かじゃない。所詮人は神の足元であがきもがく定め、今さら綺麗事を並べたところで繕うことはできぬだろう。そうですね。私は森人として、神より世界を託された一族に生まれた者として、サマリルの復活だけは何としても阻止せねばなりません。皆様がサマリルを復活させようとするのであれば、私が止めます。お父様、どうしよう。ソフィアは本気だ。やらねばやられる。覚悟を決めろ。でも
ないだろう。ソフィアは守護獣まで引っ張り出してきてるんだ。とはいえソフィアは傷つけるなよ。守護獣だけ倒すんだ。倒した後どうするの？倒した後は知るか。説得でも何でもとにかくやってみるしかないだろう。片付けるぞ。生きるか死ぬかそれだけだ。終わるかよ。終わるかよ。生きてた証だ。
スマートに行こうぜ。生きている証だ。逃がすか。くらえ。逃がすか。そのまま寝てな。しっかりとついてきてくれよ。遅れるな。つい。この一撃で派手に行こうぜ。終わらせる。シュッ。終わらせる。逃がすか。はっ。わしは死ぬ。罪を刻む。その道を。この身に。遅れるな。うん。そこだ。撃て。遊びは終わりだ。おい、殲滅する。俺らを相手にしたのは運の尽きだな。主の力試させてもらおう。行くぞ。行きな。ソルダーコアーズ。当然の結果だな。私の世界。生徒は戦うならば戦い続けるのみ。次はドイツが相手だ。私、お兄ちゃんのために頑張る。これも皆さんのおかげです。もっとお役に立てるように頑張ります。まだ邪魔をするつもりか。なぜ私を殺さないのですか。その必要もあるまい。私の姓ある限りあなたの前に立ちはだかります。だからどうした。お前の存在がどれほどの脅威となろう、
ソフィア、お前の負けだ。里へ戻り、これまで通りオルディネ様にお仕えするのだ。サマリルのことは私たちに任せてくれ。お兄様、それはできません。たとえこの命が尽きようとも、サマリルは、カオスは封じなければならないのです。分かっている。私もお前と同じ思いだ。私は貴様を信用してはいない。貴様が私たちを信じていないようにな。フィオナを助けるため、そしてメビウスを封じるため、行動を共にするだけだ。サマリルを討ち、メビウスを封印する。その次は貴様の番だ、カオス。この際利用できるものは何でも利用させてもらうさ。なんてったって相手は神なんだからな。だが忘れるな、俺はグレイのことを諦めたわけじゃない。あんたの言うことを鵜呑みにするほど人はできちゃいないんでね。はっきり言ってやればいい。相当なひねくれ者だってな。そういうお前も相当な物好きだけどな。私はお父様の娘だもの。森人の務めを果たし、あなたから必ずお兄ちゃんを取り戻してみせる。長生きはしてみるものだ。神と共に戦い、神と結び合う、これほど愉快な経験をできようとはな。私も共に参ります。あなたを封じるために。好きにすればいい。カオス様、私もお連れください。体は大丈夫なのか？あの程度どうということはありません。お前の力はメビウスに奪われたのだろう。傷が癒えたとしても役に立つか怪しいものだな。奪われたのはメビウスの力のみ。私の持つ力は私のものです。誰にも奪うことはできません。しおらしかったのはほんの一時か。まあ今のあんたの方がらしいけどな。ジュード、ジェイナスのことは聞きました。残念です。ジェイナスは良き友でした。あんたがそんなことを言うなんてな、あの世の親父が聞いたら死ぬほど驚くだろうな。実際のところ試してみる価値はあるかもしれない。あの世ってところで死んだらどうなるか。もしかしたらこっちの世界に戻ってこれるかもしれないだろう。もし私の目の前に現れたら、愚かな行動を取ったこと後悔させてあげましょう。あんた変わったな。私は変わってなどおりません。そうですね、もし私が変わったとすれば、その責任はあなた方にあります。そういう身勝手なところは変わってないな。あなたにお兄ちゃんは渡さないから。グレイが誰を選ぶのか私の知るところではありません。グレイが決めることです。あなたに自信があれば何も心配することなどないのではありませんか。カオス様、私もご一緒させてください。必ずお役に立ってみせます。いいだろう、共に来るがよい。ありがとうございます。
余計な時間を取ってしまった。急ぐぞ。はい。私は諦めません。可能性がある限り。そうだな。どうすればいいかはわからないが、何事にも解決策はあるものだ。やれるだけのことをしてみるのもいいだろう。私は信じてるから。お兄ちゃんは必ず戻ってくるって。ならばもがいてみようではないか。神の足元でな。その前にまずはオードブルから行ってみるか。